名育絵本猫助くん何時に寝たんが丸亀の図書館で借りられるようになりました。この本は関西弁で書かれています。猫助くんとうさちゃんのボケとツッコミ、そして何より斉藤忍さんの絵が何とも可愛らしくて楽しい絵本です。早く寝ると早く起きられるよ。そうすると一日すっきり元気に楽しく過ごせるよ。そんなことがこの絵本を読みながら楽しく学べます。ぜひ買って何度も読み聞かせていただきたい絵本ですが、とりあえずはお近くの図書館で借りてみてください。中身をちらっと紹介した動画もございます。そちらも参考になさってください。猫助くん何人寝たん？私は